皆さんこんにちは。クライストコミュニティ牧師の大橋健一です。一つであることが数々挙げられたにもかかわらず、一つになっていない日本のキリスト教会の現状を憂い、少しでもドアが開かれるようにと祈るものです。この CGNTV も尊いお働きをしていると思い感謝しています。今日は8月8日、聖書箇所はエペソ人への手紙4章7節から16節。タイトルは一致と成長のために与えられた賜物。私たちが一致していくことのために神様は先手を打ってくださっています。今日も御言葉から学んでまいりましょう。エペソ人への手紙4章7節から16節。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりも高く登られた方なのです。こうして、キリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは、生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。昨日触れましたクレーマー博士の提言は1961年のものです。今から54年も前のキリスト教会の実情でした。当時は今ほど教会数もなく、教派や教団も少なかったでしょう。しかしそのような中でも信仰と宣教における一致が教会間に見られなかったというのですから、どれだけ私たち日本人キリスト者は狭い視野と狭い心だったのかとがっかりさせられます。もちろん日本キリスト教団にまとめ上げられた中から戦後元の鞘に戻っていこうという流れがあったにせよ、互いの間に違いばかり心をとらわれて、
主が一つであることをたくさん教えてくださっていることには耳を傾けてこなかったのです。本当に悔い改めが必要です。大変申し上げにくいのですが、これから先のことを考えるならばどうでしょうか。憲法9条の問題、集団的自衛権、沖縄の基地問題、原発の再稼働の問題など、社会的な問題においてキリスト教会が一致した声明を出すということに私は反対したいです。聖書において一つと言われている事柄に含まれているとは思えないからです。いろいろな考え方が日本人キリスト者の中にあってしかるべきでしょう。ですから声明を出すキリスト教会があってもいいのです。ですが何も言わない教会があってもいいのです。そして声明を出す教会の内容が全てのキリスト教会の代表の声明であると誤解されることだけは避けていただきたいと願っています。主は一つである事柄があると語られたのです。私たちの信仰はそこに一つなのです。しかし一つに慣れていないのですから、どうすればよいのでしょう。主はそのことのためにも先手を打ってくださっていました。それは一つとなるために賜物を与えてくださっているということです。キリストの体である教会は一つです。一つのはずです。ですが一つに慣れていないので、神は一人一人をさまざまな機関として立て、その違いを用いて結び合わせて一つの体とされるのです。何によって違う賜物を持つ機関が結び合わされるのでしょうか。16節、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされて、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。またコロサイ人への手紙3章14節では、愛は結びの帯として完全なものですとも語られています。そうです、キリストの体である教会はさまざまな賜物が愛によって生かされ用いられて一つに結び合わされるのです。一つになるためには愛が必要なのです。裏を返せば、日本の教会が一つになれていないのは愛がないからだということになります。愛がない代わりに何があるのでしょうか。組織があり、聖なる伝統と慣習とがあります。そしてそれらは互いを結び合わせることができないのです。コリント人への手紙第1の13章は愛の章と言われています。開きませんが、何と語られているか覚えているでしょう。異言も予言も愛がないなら意味がない。奥義や知識を神学として持っていても愛がないなら意味がない。山を動かすほどの信仰だって愛がないなら意味がない。つまり異言も予言も奥義も知識も神学も信仰も愛がないなら教会を一つにすることはできないのです。キリストの体である教会は愛のうちに建てられるのです。4章の2節でも、コリントの第1の13章でも語られているように、その愛は寛容であり柔和です。いろいろな賜物があるでしょう。コリント人の手紙でも、ローマ人への手紙でも、今日の箇所でも取り上げられています。それらは教会を立て上げるために神が与えてくださったものなのです。教会とはキリストの体であり、その体は一つですと宣言された通り、
あなたの教会と私の教会とは違う教会ではないのです。その賜物が与えられたのはあなたの教会のためだけではなく、私の教会のためだけでもありません。すべての教会が一つとなるために与えられた賜物なのです。あなたはその賜物を一体何のために用いておられるでしょうか。そしてそこに愛があるでしょうか。賜物は一致するために与えられました。しかし一致することだけが目的ではありません。賜物はキリストの体が成長するためにも与えられています。つまりキリスト教会が成長するために、キリストの満ち満ちた御丈にまで成長することができるためにも与えられているのです。一つになることで安堵することなく、とどまることなく、賜物を十分に生かして主の教会の成長のために愛を持って用いてまいりましょう。お祈りいたします。ただ一人の神主よ、あなたが一つであるように私たちも一つになれますように。どうか悪巧みや悪賢い策略や教えの風や波に振り回されることなく、愛を持って柔和になって寛容に受け入れ合うことができますように。そうしてあらゆる点でキリストの教会が成長していけますように。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。